歩きたぜ函館。はい、北海道函館のですね、五稜郭へやってまいりました。これからですね、男旅、4人でですね、五稜郭の上に登りたいと思います。それとですね、この五稜郭の前にはですね、塩ラーメンで有名なアジサイさんがございます。そして道を挟んでね、その向かいにはですね、もしもしピア、ラッキーピエロでございますね。こちらにもございます。ご当地のね、ハンバーガーが美味しいお店でございます。はい、チケットを買いましょう。イケメン男子4枚、 大人4枚。はい、早速エレベーターに、乗りまして展望台へと上がりたいと思います。いかがでございますか。こちらが五稜郭展望台でございます。あそちゃん、初めて四稜郭、あ、ちゃう、ごめん、六、五稜郭来てどう？ちょっともう、笑ってコメントできます。いや、でもな、四稜郭ってほんまにあるっぽいよ。あの地図に載ってたけど。こちらはですね、函館空港方面でございます。こちらの動画ではですね、ちょっと見にくいかと思いますが、画像中央あたりにですね、函館空港が、見えております。こちらは函館山の方に向かっております。画像中央のね、山がですね、函館山でございますね。はい、本日この後ね、函館山のね、展望台へ上がりたいと思っております。こちらはですね、函館湾を望んでおります。画像中央あたりが函館湾だということでございます。どうですか、五稜郭からね、五稜郭タワーですね、タワーから望む景色はとても素晴らしいです。アジサイ本店さんやってまいりました。目の前は五稜郭でございます。はい、早速店内に入りたいと思います。レッツアジサイ。
っていうか、アジサイ来てさ、みんな醤油ラーメンとか頼んでへんやろな。あれこれ醤油それ味噌やん。よしよ。皆さんの、皆さん塩よね。塩です。はい。塩ラーメン来ました。これがですね、アジサイの塩ラーメンでございます。メンマが結構乗ってますよね。で、メンマの下に、チャーシューがあって、ゆで卵、そしてお麩が乗っております。はい。まあ、かまぼこもね、これね。はい、乗っておりますが、スープはね、透き通ったサラサラな感じでございます。はい、そしてですね、はい、麺はですね、やや細めの、はい、少し縮れ麺でございます。下回ってな。はい、どうですか。あっさりしてて美味しいです。ということでございます。早速いただきましょう。ぜひね、お試しいただきたいのはね、あのアジサイさんで、こちらのですね、油胡椒、はい、油の中にね、粗挽きの胡椒と、まあ、他スパイスが入ってるのかもしれないですけども、このね、油胡椒をね、はい、添えてね、この塩ラーメンを食べることをお勧めいたします。はい、こちらはですね、函館山ロープウェイの乗り口でございます。こちらからですね、ロープウェイに乗りまして、はい、はい、函館山見えませんが、こちらの方に、はい、函館山に、の展望台に向かいたいと思います。はい、13時15分のロープウェイに乗ってですね、はい、展望台上がりたいと思います。山頂がね、今曇って、こう景色が見えないそうですよ。もう心の目で見るしかないんちゃうか。いかがでございますか、この夜景。とても綺麗でございます。というのは嘘でございます。ですね、函館ロープ、今いるのがね、ここら辺なんですけどね、ロープウェイを乗ってね、ずっとこの照明のね、この中あたりにね、行く予定だったんですが、違う、ですね、行く予定やったんですけど、ちょっと曇りでね、展望台が綺麗に見えないんでね、ずっとね、この右の方行きましてね、このね、あ、すいません、こう行ってはダメですよと、で、ここをね、ずっと降りていくんです。この坂がね、かなりね、綺麗なんですよ。はい、この坂がかなり傾斜がありましてね、この上からですね、この海がね、望めるというね、景色がとても綺麗なスポットでございます。そちらにね、行こうかと思います。はい、ここからテク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 って感じです、ね、山頂付近はね、曇りでございますね。ロープウェイはね、動いてるんですけどもね。はい、函館ヨハネ教会でございます。なんかこの街並みがね、異国情緒がね、溢れるようなこの、道の床っていうんですかね、はい、あと建物の雰囲気、アジサイがね、咲いております。石垣にね、咲いております。この植物何かわからないですけど、すごい綺麗です。はい、こちらはですね、函館ハリストス聖教会と書いてありますね。ただいま改修中でございます。こちらは北海道函館西高等学校のね、入り口からね、ちょっと高台のところ、まああちら入り口は入ってはいけないんですけどね、こちらの手前までで、はい、ここからね、望むととても綺麗な景色が望めます。はい、こちらがね、景色の良いね、
観光スポットでございます。八幡坂とね読んだらいいのか八幡坂と読んだらいいのかねちょっと分かりませんが、はい、こちらの景色有名なスポットでございます。ソーセージが美味しいお店でございます。先ほどのねロープウェイの乗り口とね綺麗な景色あの坂のところからね、とても近い場所でございます。お店でもねいただけるそうですけどもね、お土産とかでねソーセージハムが買ってきると思いますよ。でねホットドッグもかなり美味しいそうです。フィンガードッグの、ね、セットをいただきます。この瓶コーラがいいですよね。はい、これねおすすめのねこのソーセージだそうですよ。チューリンガーのソーセージ、はーい、いただきましょう。ソーセージが美味しい。それとあのパンがねふかふか、ハイマコフはですね大沼ビールとソーセージを、はい、あると、はい、あるとあるとちょっと濃いめの濃いめのねちょっとコクがあるビールね、はい、隣はですね第三坂、はい、こちらの第三坂を下ってまいりました。でこれよりですね赤レンガ倉庫へ向かいたいと思います。この第三坂をね下ってったところがですねこの先に見えますのが、はい、ラビスタ函館ベイでございます。ラビスタ函館ベイのね、動画はですね別動画で上げておりますんでまたよろしければご覧ください。こちらがですねベイエリアにある金森、赤レンガ倉庫でございます。この辺りはですね最近函館で人気の観光スポットでございます。はい、いろいろな雑貨であるとかね、ガラス細工であるとか、食事もできますし、いろいろなお土産物もね購入することができます。ぜひお立ち寄りいただきたい観光スポットでございます。そしてこの前にあるのがね、ラッキーピエロ、はい、おすすめのハンバーガーショップでございます。こちらはですね、函館港でございます。今日は天気も良くてね、すがすがしいですよね。おっと、郵便局がある。これ財布かなんか落ちてるけど大丈夫これ。
これは、あー、いや、落とし前だからな、思って。ごまのお店でございますね。ごまの専門店、ごま福堂さんでございます。あ、お団子美味しそう。函館ワインでございます。皆さんお土産にいかがでしょうか。ロイズさんですね。小樽のね、有名なチョコレートのメーカーさんでございます。とても可愛いキーホルダーです。はい、とってもね、この赤レンガ倉庫とね、この赤レンガ倉庫の間にね、海といいますか、はい、水路ですね。とても綺麗です。ラビスタのですね、函館ベイの前にありますこちらですね、はい、函館海鮮市場本店、結構ね、おすすめのね、お土産物屋さんです。あの品揃えもねかなり豊富ですし、店内の一部ですね、いろいろと海産物が食べられるようなね、飲食できるようなところがございます。はい、こちらは焼きたてパンでございます。とても美味しそう。冷凍の、ね、魚介類なんかも、ね、豊富に揃っております。珍味が並んでおります。はい、3点で1000円お買い得でございます。こちらにね、並んでる魚介類はね、お願いすればね、こちらで調理していただいていただくことができます。いろんなお寿司がずらりと並んでおります。天然のヒラメでございます。イカ飯はいかがでございますか。え、鳴らさへんの？そら鳴らさんとちょっと撮って。ピエロマリーナ末広店へお邪魔したいと思います。ラッキーガラナフロートをまずいただきます。これでね、ちょっといただきながら
一服したいと思います。なんか小さい時ってガラナって聞いたらちょっとエロいこと想像せんかった。こちらはチャイニーズチキンオムライスでございます。ね、あのラッキーピエロのね、美味しいこちら、チャイニーズチキンが乗っております。で定番のオムライス、はい、早速いただきたいと思います。これね結構見た感じで、ね、ボリュームがあるんですけども、ふわふわ卵のね厚みがかなりあります。まあ、当然ねご飯のね量もボリュームあるんですけど、見た目ほどご飯のちょっとこう圧力はないかなという気がしてるんですけどね。まあちょっと食べてみましょう。いやいや、どうもお疲れ様でございました。え、今日はですね1日函館観光、参りましたが、相葉子さんいかがでございますか。いやどこ良かった。いや結構良かったです、うん、私的なのフェリーがね。あフェリー ね、うん、そう20年ぶりぐらい。まあフェリーはねちょっと昨日の行程でしたけどもね。そう今日の あの、ね、1日函館の旅でね。うん、どこが良かったですか。やっぱ歴史が好きなので、五稜郭。五稜郭ね、はい、五稜郭良かったですよね。僕も何回行ってもね結構やっぱいいよね、上からの五稜郭タワーからのね景色、うん、最高でございます。食べ物は、うん、あのラーメン、塩ラーメン、あ塩ラーメンね、アジサイの塩ラーメンね。はい、なかなか良かったですね。あのかなり完成度の高い塩ラーメンやからね、はい、おすすめでございますよ。山椒、何でしょうか。あのね、油、うん、油胡椒、油胡椒、あれをね、ちょっと添えるとね、そうまた風味がね、あの、良くなりますよね。良かったですね。はい、ですね、ラッキーピエロで、オムライス、チャイニーズチキンオムライス、かなりきつかった。あれ、女性食べるのかなり厳しいな。あれ、2人で、ちょっと多いぐらいで。グルデカもね食べたんですけど、やっぱりオムライス食うのでまあまあいっぱいで、チャイニーズチキンはですね一つ食べたけど、あとそれぞれね相葉コフとアソちゃんとか、はい、あのヨクさんにね手伝ってもらってね、なんとか食べられましたけども、はい、お腹いっぱいです。で今からですね、ベイエリアから函館駅に徒歩で向かっております。まあ、徒歩15分ぐらいですけどもね。で函館駅から、最終工程 ANA のね函館、羽田で帰りたいと思います。はい、この動画がねよろしければ、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。最後までご視聴ありがとうございます。高評価ボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。グルメ、旅行系ブログも書いておりますので、ぜひご覧ください。URL は動画説明欄に貼っておきます。また次回の動画でお会いいたしましょう。